はい。もんちゃんさん、ありがとうございます。さくらさん、大西さん、こんばんは、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。第343回の放送にて、サクライブラリーが復活しましたが、はい、早速、光が死んだ夏を買ってきま、光が死んだ夏を買ってきました。ね、これ知ってるかも、気になってた。私もビビリなので昼間の人がいる時に読もうとしたのですが、私は一人暮らしなので昼に家で読んでも人がいないことに気づき昼に人が多い場所を探した結果、自分が通っている大学と通学で使う電車だと気づき、大学のお昼休憩ぼっち飯をしながら読んでいます、ところで大学のぼっち飯って寂しいかもしれないですけど、誰にも邪魔されることなく、どしたいを聞きながらご飯食べたり、本を読みながらご飯食べたり、最高ですね、好きなものについて語っているお二人がとても楽しそうで好きなので、今度は桜さんおすすめの GL 漫画と大西さんおすすめの BL 漫画の話を聞いてみたいです。戻ってきちゃった、終わりってたのに。寒くなってきましたので体には十分気をつけてお過ごしください。このさ、光が死んだ夏って男の子の横顔が表紙のやつ？そうだよ。大西さんがちょっと好きそうな要素も、ちょっと入って。うん、でも絵柄見た時になんかそっち系かなと思ったの。絵柄もすっごい綺麗なのよ。うんうん、で、コーナーをやった後にさ、ちゃんこが光が死んだ夏読んでくれて、モナママが大倉さんの方をなんか買ってくれたらしくて、すごい嬉しかったんだけど、あ、これね、光が死んだ夏。ちょっと怖いの？うん、ちょっと怖いよ。あ、そうなんだ。青野くんっぽいよね。うん、青野くん系。作者は違う？違う。あ、こういう絵好き。いや、すごいいいのよ。これはね、大西さんにも、ちょっと今読まないでね。今読み込まないで。ね、怖い怖い。もう怖い。怖いのはどう？え、怖いの苦手。いや、でもいけるよ。私も怖いの苦手だけどいけるから。本当？ミステリー要素とかサスペンスっぽいのもあるよ。なんかこう、村の言い伝えとかそういう系。あ、でも、日暮らしとか好きだから。絶対いける。絶対楽しめると思う。今もう村の言い伝えでピーンってなったもんね。ピーンってきた。今ね、まだね、2巻だからね、追いつきやすいからね、読み始めるといいよ。買おう、これ絶対。めちゃくちゃ。しかもさ、なんかさ、紹介した後にさ、あれ？タイミングわかんないけどさ、えのきくんとさ、内山くんでさ、なんか、PV かなんか、出るって。ボミックみたいなやつかな？それか PV かわかんないけど、なんか出るらしい。マジか。すぐ連絡しちゃった。いいなって。どっちがどっちだっけ？でもね、解釈一致って感じだった。どっちだろう？でもこの黒髪が内山さんっぽくない？そんなことない？私、今一瞬見た感じの。そうっぽい。光が内山さんかな？これ何？この BL っぽい要素はあんの？あ、光はえのきくんか。かな？私これだわ。え？何？私これだわ。おばあちゃん？おばあちゃんだわ、これ。あ、おばあちゃん？なんでちょっとおばあちゃんさ、その後、ページ送ってみ？ん？もうちょい送って。まだ送るの？もっと送って。まだ送るの？もっと送って。もっと、はい。え、はい、まだ？はい。はい。ちょっと待って。どういう状況これ？数ページでおばあちゃん。え、死んじゃうの？退場です。嘘。大西さん残念でした。早かった、おばあちゃん死ぬの。おばあちゃん退場。あ、私じゃあこれ、この。坊主っぽい子。いやもうそれ絶対下野さんでしょ。進撃のコニーみたいなやつ。え、あ、じゃあこれ。あ、それはお兄さんっぽいね。いや、勝手にキャスティングするな。あ、さくらさん出てきた。さくらさん出てきたじゃない。出てきたよ、これ。あ、ほんとだ、私いけそう。私の声がするわ。めっちゃ気になるんやけど、って言ってるもん。あ、これ決まったわ。ありがとうございます。いやー、ぴったりだよね。えのきさん？光がね。ああ、光るって言うんだ。うん。へえ。合ってるよね。いや、でもなんかもう作品の雰囲気に二人が合ってる。すごく。へえ。うわ、気になる。あ、ちょっとどうしたの？えのきさん異常事態起きすぎでは。えのきさん異常事態起きすぎでは。いや、いいよ。この前さ、久しぶりにえのきさんと現場一緒だったんだけどさ、大西さんって人のこと好きになるんですかって言われたんだけど、どういうことなんだろう。えのきくんそういう質問好きだよね。うん。あの人すらそうじゃん。あ、そうなの？えのきさんがそうじゃん。どっちかってね。私、えのきさんまでわかんないんだよね。えのきくん面白いよね。虚無？あ、確かに虚無かも。でもなんかさ、おじいちゃんみたいな雰囲気まとい出してない？ああ、なんかね、なんだろうな、ギャルの内山くんみたいな感じ。ギャルの内山くん？ちょっと待って待って待って。
え、わかんないね。そもそもでもさ、内山さんがちょっと私から見たおじいちゃんっぽいじゃん。おじいちゃんじゃん。おじいちゃんにしたギャルよりのおじいちゃんって感じ。おじいちゃんの分類の中でも、ギャルじいちゃんってこと、うん、そう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 。みたいな感じ。ギャルじいちゃん。おじいちゃんの中だったらギャル。じゃあおじいちゃんとおじいちゃんが共演した作品なんだ、ね、そうそう、おじいちゃんが死んだ夏です。おじいちゃんが死んだ夏。普通にただただ悲しいことだわそれ。やばい、ちょっとおじいちゃんが死んだの使います。